の会社です。それでは原口教授の小林さん。こんにちは。ご紹介いただきました杉井長一です。今日やっとですね、自民党とそれから立憲民主党の国対委員長の間で、第201通常国会が1月の20日からスタートするということが決まったというらしいという話であります。ことごとさようにですね、いつ始まるかもわからない。そして予算委員会も参議院については3分の1で求めているけど開かない、資料は出さない、こういう状況でありました。しかし今日お手元にですね、内閣府を通して総理に聞いてもらうと思う。これを最初に、皆さんからお話をいただいて、それからたくさんお願いしてきたものが溜まっておりますので、そのことをご報告をいただきます。で、あとでですね、石垣さんの方から RFP だとかいろんなものを多省庁はこのホームページに開示をしています。で、そのことについても皆さんにお話をさせていただいて、なぜ内閣府だけ、まさにその文書を所管をする、そういうガイドラインを作る、なんとその文書保存のうちですね、3.5% しか適正なものがなかったと、こういう状況であります。やっぱりもう統治の機構を締めていかないといかんということを申し上げて、今日もしかするとこれが今年最後になるかもわかりません。この一年お世話になったことをお礼申し上げて、冒頭の挨拶にしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、それではですね、山野井副事務局長がこの24、25、クリスマスイブに一人で死亡されているというところですね、現地の、また調査を行ってきましたので、ちょっとその報告も含めてですね、お話しいただきたいと思います。今年の前夜祭、桜を見る会に参加された3人の方からお話をお聞きしました。1人目の方は、前夜祭、特に私感謝したのは領収書なんですよね。前夜祭に出られて領収書を受け取られましたかって聞いたらですね、いや、もらったようなもらってないようなちょっと記憶にないなとおっしゃってて、それでその現物はありますかって言ったら、いや、ありませんということでした。で、2人目の方も3人で行かれたということで、そのうち2人に会いましたけれど、領収書をもらったかもらってないかよく覚えてないな、前夜祭にはということで、それで領収書のそのものはもうとにかくないということでした。それで3人目の方は、領収書はもらったような気もするけれど、今は、手元にないな、それどういうふうな領収書でしたかって言ったら、いや、記憶にないなということをおっしゃってました。だから、もらってないという証言もなかったし、実際そのものは領収書は見つかっておりません。それでなぜ言うかというとですね、まあ、いろんなテレビ局、新聞社が、この領収書を今、安倍総理がですね、ホテルニューオータニが発行した領収書を参加者には5000円の引き換えに渡したということを、本会議でもおっしゃっておられますので、それを探しているんですが、1ヶ月経っても見つかっておりません。まあ、インターネットで一部、今年の前夜祭の領収書があるんじゃないかという、まあ、そういう情報もありますけれど、まあ、どちらにしてもその現物を、テレビ局、新聞社、私たち議員が、確認したというものはまだないわけなんですね。だからこれは一つの大きな謎であります。それともう一つ、まあ、私もですね、参加された前夜祭の方に料理はどんなんですかと聞きましたら、ある方がおっしゃってたのは、まあ、ソーセージとかですね、あとハムとか、焼きそばもあったなと、あと握り、巻き寿司は食べましたと、それで握り寿司もあったと、で握り寿司はあって食べようと思ったけれど、自分のが食べようと思った時にはもう自分の分はなかったので、まあ、巻き寿司だけを食べたということをおっしゃってまして、そういう意味では次の方は、お寿司は見なかったということをおっしゃってました。まあ、そういう意味では、まあ、推測ですけれど、まあ、最初に行った人はお寿司を発見したけれど、まあ、すぐになくなったのかな。でも、まあ、
私も、まあ、黒岩さんにもその方に電話代わってもらって行きましたけれど、巻き寿司は食べた、握り寿司もこの目で見たということをおっしゃっておられました。それでですね、それに関連して今日の配布資料の、4ページですね、実は下関の市民の方々の中でも安倍総理の領収書を手渡ししたということに関して関心が高まってましてですね、必死になって領収書を下関市民の方々もこの1ヶ月間探しておられます。しかし1枚も見つからない。それで不思議におっしゃっておられて、昨日の午後ですね、この4ページにありますように豊島浩二さんという方が代表の市民の方々数名が、安倍事務所を訪れられましてですね、まあ、この領収書のこと等々質問状を提出して手渡しをされたと聞いております。それでこれについては1月7日正午に再び回答を取りに行かれるということであります。まあ、こういうふうに下関市民の中でも、この前夜祭桜を見る会について非常に、まあ関心と、まあ、疑念が高まっているということです。それともう一つ、現地の方がおっしゃってたのがですね、この5ページにありますように安倍総理は毎年新春の集いをされているんですね。それでこの新春の集いは、ね、6ページ7ページにありますように収支報告書に出ているんです。ですから下関の地元の方々の疑問に思っておられるのは、同じ立食パーティーを安倍後援会でして、こちらの地元の下関の方は、まあ、なんか3000人規模ぐらいで3000ぐらいの会議というふうに聞きましたけれど、実際ここに、700万円978万円というのが出てるわけですね。安倍晋三新春の集い、まあ、ここが大きな謎なんですけれど、同じ安倍後援会主催の行事なのに、なぜそれが東京のホテルニューオータニになると政治資金収支報告書に出てないのかと、これ非常にシンプルな疑問なんです。まあこれについて総務省に冒頭一つ聞きたいんですけれど、これは一般論ですよ。政治団体後援会が、まあ、大規模な給食会をやった場合、それをやる地域によって収支報告書に載せればならないとか載せなくてもいいとか、そういう違いは何かあるんですか。まあ、政治資金収支報告書の関係責任者が、記載決定するわけでございますけれども、まあ、でも単純に申し上げますと、政治団体とは政治団体の収入なり支出といったものであれば、収支報告に記載をするということでございまして、政治団体の収入ではない、あるいはその当該政治団体が支出ではないというものについては、収支当該団体の収支報告書が記載されたということで、地域みたいなものはだから、まあ、どちらにしろ安倍事務所のスタッフが受け取られて政治団体 が主催した行事なわけですからね。そういうことについて、あともう一点だけ申し上げたいのは、私も改めて聞いたらですね、その方はお呼びがかからなかった地元の、まあ、方でありましたけれど、じゃああなたにお呼びかからなかったということはどんな人が言ってられるんですかって言ったら、それはもう安倍さんを応援している人たちだと。いくら地元で活動してても安倍さんを応援している人でない人は呼んでもらえないと。ただ呼ばれた人は何ら問題はないと、別に呼ばれた人はみんな安倍さんに呼んでもらったって言って大喜びで、名誉なことだと言って喜んで言ってられるから、呼ばれた人は何も問題ないと。ただみんなが思ってるのは、国の行事じゃなくて安倍さんに呼んでもらったと桜を見る会はというふうに思っている人が多いから、まあ、今回の冒頭で国の税金でやってる国の行事だというのを聞いて、みんなもう、あ、安倍さんがやってたんじゃなかったのかと、そういう声もあるということをおっしゃってまして、まあ、こういう部分から言うと、まさにですね、公職選挙法違反、買収のその選挙のお世話になっている人だけをエコヒーで呼んでいるということになればね、そういう疑念も出てくるんではないかなということを強く感じました。私からは以上です。はい、ありがとうございます。そうしましたらですね、資料のページ目になりますかね、右肩12月24日付、おとといですね、内閣官房に
これは要請をした、さっきここに書いてある通り、安倍事務所にですね、問い合わせて、本日の正午までに、回答いただきたいと。これは11月内閣委員会の時なんかは、内閣官房が、安倍事務所にもいろいろ問い合わせをして、かなり詳細な回答をいただいたということもありましたので、改めて年内にですね、確認しておきたいということで、この13項目お願いしたんですが、一括官房が、これはまずは聞いていただきました。前回、質問状を頂戴いたしまして、拝見いたしました。それで従来からご説明をしておりますけれども、拝見したところですね、いずれも総理 の議員としての活動に関することでございますので、政府としてはちょっとお答えする立場にないというふうに考えてございます。政府に聞いてじゃなくて、安倍事務所には、この質問の項目は渡していただきました。聞いていただきました。政府からですね、こちらを安倍事務所にですね、お尋ねするということを、そういう立場ではないというふうに考えてございます。ただ、その以前は官房は、あれですよね、昭恵夫人の関与とか、あとは、そもそも、あとか、今安倍事務所に問い合わせてくれましたよね。今まで安倍事務所との関係でですね、確認したことは別に全くなかったかというとそうではございませんですけれども、基本的にはですね、議員に関する活動ということについてはですね、政府としてはお答えする立場にないというふうに考えております。あれ、詳細な一個一個ちょっとつまびらかに思い出せないんですけど、でも今の話だと、衆議院安倍晋三衆議院議員の活動について、確認したことあるということですか、以前に。総理がですね、ご自身のこととしてですね、ご答弁されていることもございますので、その関連の部分を中心にですね、お答えをさせていただいたことはございます。これもほとんど、あれです、総理が総理として、首相官邸で会見した内容ですよ、全部。関係したことですよ。安倍晋三事務所で、コメントしたことありませんからね、総理、安倍総理は、安倍晋三衆議院議員は。総理はですね、ご自身のご存じでいらっしゃいますので、そこはもちろん衆議院議員としての立場の部分も含めてですね、お答えになったことは本会議でもですね、あるかとは思いますですけれども、それをですね、政府としてですね、代弁するという形はちょっとしかねるところです。代弁してくれて、確認してくれて。今の話ね、自分でおっしゃってるじゃない、総理がお話しされた内容については、安倍事務所に確認したことはある。でね、今、福島さんおっしゃってる、これ、本会議でも総理自身、総理という立場で、本会議に立ってるのは安倍晋三衆議院議員としてじゃありませんからね、総理ですから。でもこれね、それをおっしゃるんであれば、衆議院議員、安倍晋三として、地元の有権者850人を、国の税金でやってる桜を見る会に招くなんてことは言語道断じゃないですか。それ完全な公私混同じゃないですか。その安倍事務所が推薦した850人素晴らしい方々ばっかりだと思うけれど、必ずしも国全体でいうと功労功績があったわけではない人たちをチェックして OK 出しておきながらですよ、今になってそのことに関しては答えられないというのはおかしいんじゃないですか。もしそこまでおっしゃるんであれば、安倍晋三衆議院議員として下関から850人推薦してた時に対してね、それはあなたの議員の知り合いでしょと、桜を見る会に呼ぶ対象とはね、必ずしも合わないんじゃないかということで蹴らないとダメなんじゃないですか。これも総理が述べておられますけれども、官邸与党にですね、推薦をお願いしてたのは、長年の慣行ございました。そこ自体はですね、やはり反省をすべきだろうというふうに総理もおっしゃっておられるところでございますので、そこは今後見直していくべきところなんだというふうに考えてございます。ただ議員としての活動についてですね、我々これもずっとだと思いますですけれども、政府としてですね、それについて一つ一つですね、お答えすることはかねてより必要がないということが基本ではあります。総理としてね、国会で答弁をされたことについて聞いているわけです。それでもし安倍晋三議員としてやっておられたというんであればですね、桜を見る会の当該部分の公金を返金してください。そう返金してもらわないとダメですよ、国民に。
何千人分かわからないけど、おそらく6千人分ぐらいじゃないですか。それ返金してください。あなたは今おっしゃいましたよね、桜を見る会の趣旨に照らして反省すべきところがあると。でそれは総理としてではなくて、安倍晋三議員個人としての反省すべき点であ あるとすれば、最大の問題は税金を私物化したところです。財政法違反でしょう。輸血税も違反してますから、あの返金をお願いいたします。あの総理がですね、あのまさに衆議院議員の立場も含めてですね、本会議で答弁された内容をその範囲内ではですね、あの我々ももちろん政府として総理がこういうふうにご答弁されましたということはお答えはできますですけれども、あのそれを超えた部分についてあの我々がですね確認をしてっていうことでお答えをすべき立場にはないというふうに。あのね、超えてるのは私たちじゃないんですよ。安倍晋三議員が超えてるんです、ね、規約からも輸血税からも国家公務員法さまざまなところからもですね。そのために皆さんが文書をシュレッダーにかけたり、データをあの捨てたり、いろんなことをやってるわけですから、その根本を決めてるわけで、安倍晋三議員としてやったというのであれば、今山根さんが言ったように、あの呼ばれた方は安倍晋三総理として呼ばれたと、そういうふうに間違っておられるわけで、そうじゃなくて安倍晋三後援会として呼んでいたと、つまり公私を混同しているわけだと。公私を混同しているんだったらその分を国庫にお金を返してください。それぐらいは当たり前じゃないですか。推薦をいただいて、であの最終的にもちろん内閣官房で、ですね、取りまとめをして、あの紹介をしておりますので、あのそこはあの国の行事としてやっているのは事実でございます。ご都合主義って言うんですけど、あのそういうことを聞いてくれるではなくて、あの今ね、原口さんがおっしゃったのは、でも力説でなかったことを認めてるわけですよね。ということは、税金の適切な使用をしてしまっているわけだから、総理の判断で、それについて、返金を求める、これは安倍晋三衆議院議員に対して何か言ってるのかと別次元の話で、内閣府官房として、これできません。あの手続きとしてですね、あの今私が申し上げたようにですね、あの最終的にその内閣官房内閣府でちゃんと取りまとめをしてですね、あの ご招待をしておりますので、そういった面でですね、あの予算の使い方としてその部分について、あの瑕疵があったというふうには考えてございます。全く適切だったということですか。適切不適切の判断はですね、あの別途あろうかと思いますですけれども、あの少なくとも手続きとしてですね、我々があの取りまとめをして、それでお招きをしているところでございます。だから瑕疵がなかったということは、じゃあ総理はなんで来年からの桜見会が中止せざるを得なかったんですか。まさにあの総理述べていらっしゃる通りで、さまざまなご意見を踏まえてですね、見直すべきは見直してということだというふうに考えております。そうすると何を反省しておられるわけですか。私物化ではないんです。あなたがね、手続き、私たち手続きを言ってくれないです。趣旨から安倍晋三議員が外れていることをしてるんじゃないですかと。外れていることを反省しておられるんじゃないですかと。外れていることを反省してるんであれば、外れた部分は国民にお返ししなさい。国会としてそう言ってるわけです。さまざまなご意見を踏まえてですね、あの今回中止をしてですね、それであのしっかりと見直すということを言ってございます。いやいや、何を反省しているんですか。安倍晋三議員の長年の慣行の中ですね、あのこうしたあの出席招待者の数が膨れ上がってきたりとかですね、そうしたことを含めてあの反省をさせているというふうに。それね、ひどいですよ。長年の慣行って、安倍晋三議員が総理大臣になられてからそれから増えてるんですか。なんか他の総理大臣が長年ね、そういうことをやっていたと一般化するのは、あの他の総理大臣に失礼だと思います。小泉さん招いてないじゃないですか。安倍晋三議員になが総理になられてから増えてるんじゃないですか。違いますか。ちょっと過去の経緯については分かりかねないところに分かりかねないさんが何か書いてあるじゃん。挑戦してるんですね。過去の件についてどうして分かんないんですか。あなたのところでまとめてるわけだから、あなたが分かんなきゃ誰が分かるんですか。安倍晋三議員以外にこんなに膨らました人いますか。
のこう正確なところは記録が残ってございませんので、分かりかねるというふうに申し上げました。長年って書いてあるんだ。長年って何？これまあそもそも論の話でね、さまざまな意見をいただいたことに反省してるわけじゃないですよね。見直すってことだから、やっぱり、ま、誤った点とか反省しなきゃいけない点があったと。でそこは何なんですかと。そこは総理も述べてもらいますけれども、招待基準が明確でなかった、それから招待、プロセスがですね、透明ではなかった、それから予算、それから招待人数といった点が主だと思っております。で、安倍さんの私物化を許したってところが問題なんでしょ。まあ、ちょっとね、一点だけね、ちょっと漏れちゃってしまって本当申し訳ないんですけどね、先ほどの話だったら、そしたらこれ講演会で1000人とか の大規模な夕食会をやっても、直接そのパーティー会場から領収書を出してもらったら、もう全く私たち国会議員はいくら大規模なパーティーをやっても報告書にもかからなくていいということですか。そういうことですか。その方式だったら、もういくら大きな行事をやっても直接その飲み食いしたお店やホテルから領収書が出たら、私たちも今後かからなくていいということなんですか。具体的に長野さん自身に特殊してもらうと思うんですけども、この正式に収支の報告書でございますものですから、当該団体の収入支出といったものを記載をするということを、これにつきましては今回最初の方から繰り返し利用させていただいているところでございます。まあ、今回もね、安倍事務所の人たちが5000人かける800ですから、400万円ぐらい1回受け取ってるわけですからね、収支は当然発生してるんだと思います。まあ、総理もそうだし、まあ、総理のところに今質問を持っていると回答してくれないから、実務的主催者である内閣府と官房に、ね、お願いしたんですけど、まあ、あなたたちもそれに協力する気はないということが、まあ、残念だと思っております。まあ、これだけね、いろんな疑惑、先ほど言ったように、さまざまな意見があったわけだから、それについてはね、私は誠実に真面目に回答してもらいたいと思いますよ。まあ、そのことを踏まえながら、じゃあこのところ止まってきている空台ということで、何ページ目なんですかね、これ11問ありますから、私のことに今の結論はもう役人では答弁できないから、すべて安倍総理大臣本人に国会で聞いてくれという結論ですね。要はもう役所としては衆議院には安倍晋三さんの活動については答えられないし、事務所も問い合わせしないから、すべて国会に安倍総理が来た時に直接聞いてくださいと、役所としてはもう関知したくないししませんと、安倍総理に直接聞いてくれということで理解していいんですね。そうしたら私たちもそうしますよ。従来から回答している通りでございます。議員としての活動について政府としてお答えする立場にはないというふうに考えています。我々国会でも徹底的に安倍総理に聞いていきますが、まあ、内閣府官房も、まあ、もう少し協力してくださいね。ではこのヒアリング宿題項目1番から改めて、これ前回やってないんですけど、やお願いします。はい、それではよろしくお願いいたします。保存表改正、10月28日の報告の改正について、その決裁を行わずに、保存期間表の改正ができる根拠、これについては前、できない根拠はございませんというふうに申し上げました。それで、その後ろに、宿題になっております、文書館内での意思決定手続きに関する根拠規定ということについてご説明させていただきますと、まず文書管理規則、内閣府の本当の文書管理規則というものがございます。でそちらの方に文書管理者は保存期間表を定め、これを公表しなければならないというふうにされているところでございます。で、この保存期間表を、この招待者名簿に関するその、保存期間表を該当するかは大臣官房人事課でございまして、その人事課におけます文書管理者はまさにその文書管理規則に沿って、大臣官房の人事課というものが指名をされていると
というところでございまして、従いまして人事会におけます、その保存代表は文書管理者である人事課長が定めるということに、その文書管理規則上を行うということでございます。従いまして保存期間法の改正につきましても人事課長の権限で行うことができるというところでございます。今ちょっと長めにね、書いていただきましたけれども、結局は人事課長はいつでも、人事課長はいつでも自分の判断で変えることが自由だと。それに対して何かね、じゃあ他の人と何かを打ち合わせしなきゃいけないとか、そういったようなフローはないと。そういうことです。はい、文書管理者の責任でですね、必要に応じて改正することができるというふうな責任になっております。でも報告しなきゃいけないでしょ、改正したら。報告といいますか、ホームページに公表しなければならない。いやいや、文書管理規則には、統括文書管理者に報告するって書いてあるじゃないですか。総括文書管理者に報告をするというふうになっております。さらに、加えまして、公表もしなければならないということになってございます。報告の紙があるんでしょうか。報告した紙が、あ、そうか、そこはちょっとあるのかないのか、すみません。決まってるじゃん、これあるのかないのかで、今回ね、文書課長でしょ、ね、文書管理者を人事会長ですね、人事会長ですね。そうすると、その総括文書管理者は誰ですか。総括文書管理者は大臣官房長になります。大臣官房長、誰ですか。大臣官房長、現在は大塚というものがですよね。大塚さんに文書が上がってますよね。上がっている、上がってなきゃダメだ。上がってなきゃいけない。だからその文書を下さいと言ってるわけです。ここで言ってることは。確認させていただきたい。いやいやいや、これ何回も聞いてるわけだから。確認をしてここに来てくださいとお願いをしてるわけですね。大塚さんに渡ったその文書を出してくださいという、そういう意味です。もう今日も確認をされていないわけです。すいません、ここにつきましてはその人事課内での意思決定手続きに関する根拠を示してくださいということでございましたので、それについて、お答えをさせていただいたというところでございます。いや、あなたが読まれたのはね、その文書管理者はその自分の責任において文書管理のルールを勝手に変えることができるという、その部分だけですよ。今川内先生がおっしゃったところについては指摘されないとおっしゃらなかったわけ。その規定通りやったという証拠を出してほしいんです。つまり大塚さんが持ってるはずなんです。人事課長からね、こうやって変えますよと、桜を見る会っていう名前が出てるともうギラギラしてまた突っ込まれるから消しますよと、10月28日に消したわけでしょ、桜を見る会っていう書かれたところね。その報告文書をください。そのような今宿題は改めていただいたというふうに理解をいたします。何度も言ってるけど、総務課長が副総括文書管理者なんだから、今になってね、規則をひっくり返してありましたとかそんなのね、冗談じゃないですよ。私今初めて見たんですよ。改めて確認させていただいたということです。川内さんから指摘されて、だからこれ保存期間を表を変えたこと自体を総括官房長に報告するってこと知らなかったんですか。知っておりましたけれども、条文上は
きちんと乗っておるのかどうかということを確認させていただいたと思います。ね、正面めくったり時間取ったりね、もうこういうことやめましょうよ。本当に恥ずかしいことだから。ね、それで、いやこれ一般の根拠規定はいいんですが、これも何個確認してるんだけど、この、10月28日に、保存期間表を改正したね、これについては人事課長しか関わってない。一回あなたの説明ではね、不明確という声が上がってきたから。だから複数の人間が絡んでるでしょ。人事課長のまさに独断で、誰も知らない中で10月28日に改正されて、で、大塚官房長に報告行っただけですか。課内での何らかの打ち合わせがあったんですか。当然のことながら、家内の方でですね、何らかの検討がなされたものというふうに考えています。だからそれを示してほしいんですよ。別に一般通則の根拠規定も知りたいけど、この個別具体的なこの10月28日改正に至ったプロセスを知りたいんです。それ出していただけますか。文書があれば公文書なんだから当然出さなきゃいけませんから。あるのかないのか確認したいと思います。ね、もうそんなこと、この子に及んでじゃなくて、まあ、いいんですけどね、いいというか、いつもこうだから諦めてますけど、しっかりこれ出してくださいよ、大事なんですからね。というのは、田村智子議員から質問レクの要請があって、質問レクをした日ですからね、10月28日、この日にたまたま改正が行われていたという説明ですけど、どういう時間的なプロセス、待って28日だったのか、これ分かるようにしてくださいよ。まさかね、この日に朝起きたら人事課長が急にひらめいたとかいうことじゃないはずですからね。頼みますよ、そして1月7日にやりますんで、気持ちよく仕事始めを我々もやりたいから、これすごく重要ですからね。これ1項目だけ改正したんだから、しかもこれ議論の途中で、次まで出していただけますね。10月の28日に改正をしたということにつきましては、その文書のその文言の明確化をするためというふうに改正をしておりましてですね、その中身について何かこう1年保存のものを1年未満したとか、そういうことではございません。ね、ちょっとあまりにもひどすぎ、宮本さんが名簿出してくれって言ったらシュレッダーにかけられて、田村さんが規則はどうだと聞くと規則勝手に変えていると。皆さん、共産党さんが質問されると規則も変え、シュレッダーを回すと、こういうなんか規則があるんですか。あまりにも同じ日にね、隠蔽、僕らから見ると隠蔽っていうものをなさってるので、なんかそういう内規があるんですか。共産党さんから質問があったらシュレッダー回せと。ありませんよね。ありませんね。だったら出してください。日にちが同じなんだから、いつも。いや、1月7日にこれプロセス分かるけど、出していただけますね。繰り返しの答えで恐縮でございます。あるのかないのか分かりませんので、確認をしたいと思います。課長はね、服装改正の文書管理者なんだから、今言ったように文書が改正されたんだから、そのプロセスをあなたも知ってなきゃいけないでしょ。だからそれも説明して、あなたが私に対して説明してください。その根拠も示してお願いしますね。あなたのところで、あなたの管轄内の話なんだ。いずれにしても今日いただいた宿題につきましては、中で検討させていただきたいというふうに思います。じゃあ官房長のね、報告文書と坂田さんの倫理の印鑑もありますよね。だって服装かつ文書責任者ですね。回ってるか。まさかね、その保存期間表につきましては、ね、人事課長管理で、決定をできるということでございます。違う、そうじゃなくて、報告したと、さっきから言ってるじゃないですか、川内さんがおっしゃった大塚さんに行く過程については、もしかして坂田さんを吹っ飛ばしてですよ、その人事課長、坂田さん、大塚さんでしょ。そしたら、坂田さん通ってないとおかしいじゃないですか。坂田さんの印鑑もあって、こうやって田村さんが質問された日に、変えましたよと、保存表を変えましたよと
そこにはあなたのサインも、サインというか印鑑があるんですよね。これはその総括文書管理者にですね、報告をするというシステムです。そういう仕組みになっております。その報告をする段階でですね、何かそういったその決裁のようなですね、こういったのこういったのは、まあ、私の記憶する限りではそういったその決裁行為というのはないんじゃないのかなというふうに思います。あ、そうですか。そうするとあなたを吹っ飛ばして人事課長からまっすぐ報告されているということですか。吹っ飛ばしてではないですね。あ、ごめんなさいね、吹っ飛ばしてというか経由しないで、報告においてですね、その報告を受けたという決裁をわざわざ取っているということはないんじゃないのかなというのを思います。報告を上げる決裁、はい、そういうものもないんじゃないのかな。坂田さんはこの10月に決裁してないんですね。私は決裁をするのはですね、要するに決裁といいますか、その決定権者は人事課長でございますのですから、それをその人事課長からその報告を受けるということになっております。その報告を受ける決裁というのはないというふうに思います。受けてる人だよ。報告はもちろん受けておるんですけれども、それはそのもちろんそれは受けておりますけれども、それを報告を受けたという決裁はそれはないです。坂田さん、報告受けたらいつですか。当時期マイク入るか、はい、何月何日っていうのはちょっと聞いてみたいです。28日以降、28日改正するっていうのは全く違うの。28日、当然報告を受けるということでございますので決まってから決まるまでは全く違うの。改正するってこと報告を受けて説明できるじゃないですか。今できますよね、報告受けてんだから。その反抗したことで反抗という仕組みにはなっていないと思います。だから根拠規定を説明できます。根拠規定というのは先ほどから申し上げております、内閣の行政文書管理規則において、文書管理者が保存期間表を定めてそれを公表すると、そして、総括文書管理者に、報告をするとうん、そういったことでございます。坂田課長の報告を受けたのは大塚官房長の後ですか。それははっきりしたことは分かりませんけど、通常はですね、副総括、私ですね、副総括、それから総括という段取りになるかと思います。ただ文章はあなたのところに上がってないんだ。総括にしか上がってないんだ。すみません、上がってないから申し訳ありません。その報告を受けるという、それの決裁を取ってわざわざ取っていないということを申し訳ないです。ああ、だから報告は上がってるわけで、報告は受ける。ああ、だから文書は上がってるわけで、それはそうか。それは文書は上がってるでしょ。もちろんその報告を受けるという仕組みになってますので、そのそんなの出せるよ。だから出せるんですよ。文書で報告受けてんだから出せるの。そう、すみません、文書で報告を受けるというのはですね、これですっていうのはですね、ということなんじゃないのかなというふうに思います。何かその行々しくですね、その誰から誰に、ね、人事課長からその総括文書管理者に報告でございますという、その報告のそのわざわざその何かその文書っていうのはないんじゃないのかな。報道でなんかありえないんだから、そのそこでメモでも何でも出したものをここに出してください。それはまさに文書保存期間表そのものなんだろうというふうに思います。改正前と改正後の保存期間表だけ見せられて、こう変わりましたという、こういうことですか。こういう理由で変えましたということです。だから、こういう理由というのは文書になってるでしょ。それはそうです。それは文書になってなかったんじゃないのかなと。わざわざそのこういう理由でということにつきましては、私の中でですね、書類出してもらえばないっていうところ。書類出してもらえば。またちょっとブレてきたら覚えてないからあるかもしれないでしょ。いや持ってるないですか。その報告を受けるっていう、その決裁を取るとか、その報告の決裁。そんなこと言ってないことはない。だから報告受けたと、ね、報告受けたと課長言ってるんだから、それが文書が、ね、改正版改正後だけじゃない、文書ってのはありましたかと聞いてるわけですよ。で、記憶はないの。いや紙はあるに決まってるじゃない。報告という形でですね。
そのどういう形で報告を受けたのかについてはですね、そのはっきりとは覚えていないというか、まだ交代したり、ただ当然報告はですね、何らか受けてると思いますけれども、そこはその基本的にはその文書管理者が責任を持って決めると、それをついて決定する、だからそれは有識でございます。文書での報告があったかなかったを確認していただいて、記憶がおぼろげだというんだからね、まず確認してもらって、あれば出してくださいね。文書のメモも含めてですよ、この別に正式なフォーマットじゃなくて、口頭で訪問するそんなにいかがにして役所に立ちるわけない。メモでも相手に渡したのも公文書だから捨てられないから、ね、時期的にも非常に変な時期だし、この一箇所だけだし、そしたら なぜですかって普通はやっぱり説明されないとおかしいですよね。そのこういう公文書に関わるものを改正するんだったら、その理由もない改正はないはずだと思いますよ。その整理しただけだとおっしゃったりしてもですよ。しかもこれまでの説明だと分かりにくい部分があったっていうふうにおっしゃってるのが、推薦名簿なのか招待者名簿なのか、発送するための招待者名簿なのかが読み取りにくいところがあったっていうことを口頭で何度も説明されたわけですよ。これ時系列を示してほしいんです。10月28日改正度は消えてるんだけど、報告がいつかもそうだけど、ホームページになって出したのは大体いつなんですか。それも教え、ね、知りたいのは28日だって何時か教えたいんですよ。田村議員がレポートしたの何時頃だったのか、その前なのか後なのかね。シュレーターは1時間後にかけちゃったけど、うん、リンク要請はこの前の金曜日、この日が月曜日かなんかについて、金曜日なんですけどね、うん、でリンク要請で28日の午後2時だったんですけども、リンクお願いしますというふうにしてます。それに合わせて書いたんですけど、とにかくプロセス聞けば分かりますから。どっちで一生懸命だね。だと思いますよ。みんなで知恵ひねってね、相談したと思いますんで、その形跡があればちゃんと出してください。改正って簡単に言うけど、何時なのか。ルールに合わせて改正したんでしょ。一体、改正ってのは何をもって改正って言うんですか。官房長の判をもらった時、人事課長が決定をしたとき、決定というのは何で表すんですか、文書じゃなくて。何かこう今回の場合は決済行為はしておりませんのですから、10月28日のいずれかの時点で、決めたという決めた時点は分かるでしょ、人事課長に聞けば。それは、全部通用したということですよね。新聞し終える時間があるわけだから、この時に文書は新聞し終えたと。はい、はい、どうぞ。よろしく、ちょっと答えてもらって。決済行為をしていないと、決済行為をしていないとおっしゃられた、ご発言されたわけですが、標準文書保存期間基準を人事課長が課長の権限で、変更する場合ですね、改正する場合、人事課長の決裁ということになるわけで、会員が標準文書保存期間基準表を改定してよろしいかと、理由はこれこれこうであるということで、会員が起案をし、課長が決裁をすると、そしてそれを総括文書管理者に報告するという流れでなければならないはずで、決裁行為は課長ご自身が決裁行為をされるわけですよね。だからその決裁文書があるはずなんですよ、理由を記載した。だから決裁行為今回ありません、これはありませんですわって、そんな改正はないですよ。標準文書保存期間基準表を改正するわけですから、改正してよろしいかと、よろしいと自分自身で決裁する、なぜならそれは自分の権限だからということになるわ